どうもこんにちは。はい、今日はですね、ナンバープレートのないトレーラー、合法的に走れるものが実はあるってことをね、今日は動画にしたいと思います。はい、今日はですね、軽でもない、普通車でもない、小型車でもない、K22 車でもない、ナンバープレートのない、トレーラーですね。たまーに見るんですよ。それをね、今日説明したいと思います。はい、厳密に言うとね、トレーラーではないんですよね。トレッカーと言います。はい。これはね、JAF とかレッカー車によく使われてるものでして、車軸があって連結具があってっていう感じのね、ものなんですよ。そこに車の前輪を乗せて、車を引っ張れるよというものです。つまりはこんな感じです。で、定義としましてはですね、最初に説明しておきますけども、車を運ぶっていう今言ったんですけど、トレッカーで運べるものは車検がある、まあいわばナンバーがない車は走れないっていうことですね。トレッカーでは運べません。一応タイヤが道路に設置すると、まあ着地してると、まあ、それができない、ダメなんですよね。はい。で、まあ中にはですね、四輪浮かすタイプもあります。後ろにもゲタかまして、前後輪浮かしてっていうパターンもあるんですけど、まあこれすると、牽引ができるという感じですね。はい。ただですね、このトレッカーに関してはですね、法定速度の2分の1プラス高速道路に乗れないというね、まあいい、うまいことになってますね。はい、まあそういうことなんですよ。なので車買ったけど一人で取りに行きたいなっていう時にですね、ナンバープレートがないとまず運べませんし、法定速度の2分の1なんで、60キロ道路だと30キロで走らなあかんというね、地獄な洗礼を受けてしまいます。ただですね、まあ非常に便利だと思います、おそらく。あと条件としては、前の車よりも重たい車は、引っ張れないと。牽引できないってことなんで、軽で普通車を引っ張ることはもうほぼ難しいという感じになりますかね。ただやっぱり便利かなって僕は思うんですよね、どうしてもね。まあ、どこかで採用しようかなと思うんですけど、わかんないですね。ちなみにこういうこのトレッカーには実はナンバープレートはありません。ないんですけど、まあそれをずっと引きずりでね走っていいかと言われたら、その辺もねちょっと謎ですね。格納しとかなあかんっぽいし、ちょっと謎ですねその辺はね。まあそんなことでね、まあトレッカーをねちょっと写真で貼り付けたいと思います。こんなもんだよというね。ちなみにまあ車をね、運ぶ際にはね、能力、1キロぐらい低いからいけるやろうとは思われがちなんですけど、まあ一応ですね、コマついてますから、牽引具の方に負担というのは多分そんなにはないと思うんですけど、まあただですね、まあ、引っ張ったりブレーキしたりっていうんで、まあかなりちょっと負担は大きいんちゃうかなというふうにも思います。まあそんなことでですね、このトレッカー、実用するかどうかはね、今後自分も決めたいと思います。
ちなみに都市高速は乗れるらしいんですけど、まあそれでも普通車の場合は普通車2台分、大型車であれば大型車2台分、大型車と普通車だと大型車と普通車っていうこうナンバーに、分けてきちんと生産はされるようですね。で、都市高速は走れるんですけど、JH ですかね、あの辺は、走れないってことです。つまりは自動車、高速道路ですね、普通の一般的な高速道路とか、あと近畿道も走れないみたいですね。なので使い勝手はまあそうですね、都会からだといけるのかな、都会だと使えそうですけどね、ただこれだけ見るとどうなんだろうっていう悩みの方がでかいです。僕はおそらく使えるとは思うんですけど、ちょっとまだ、勇気ないですね。これ導入する勇気はないです。遠方の車買えませんからね、30キロの法定速度で、しかも高速も使えない、とんだ迷惑車両になっちゃうんで、まあ、そんなことで、今回はですね、トレッカーというものを紹介させていただきました。ありがとうございます。